はい、今日は胃がんをするらしいです。はい。胃がんって何ですか？移す卵と書いて胃がんです。国ではない。え、何でもないです。はい、卵の部屋です。はい。あー、しまった。しまった。おお。頭でまで待たないといけないんでした。何度まで？ここと同じ 36.2 度までということで、ちょっとお預けです。あ、でもその間に準備をしよう。しまった。初めだからなんかいろいろと忘れてます。まあ、横動画ですから長めに撮ってもいいし。うん。準備するのは、準備するのは、ここはもう大丈夫なので。懐かしい。外側のあの部屋割りみたいな紙を準備します。あれ、6部屋、うん、が2段、4段、よいしょ、なるほど、これを4枚ですね。4枚なんですけど、入れる卵がそんなに多くない気がする。3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 歩しかありません。あら、62、3歩で足りるね。産卵期に入り始めたてだから、そう、そう、まだ残りが少ない。そうですね、無精卵が多かったからね。よいしょ。あ、どこに置こうかな。よいしょ。ということで、3枚でなります。はい、はい、よ。左右均等にならない。フリーハンドにしたらうまくない？うん、フリーハンドにしては分かれば良いので。直近でこんな形のを見た気がする。あれ、そうですか。うん、なんだろう。農場長の腹。あ見事なシックスパック。社員旅行で見た。あ、し、この間あの動画撮ったのよ、うんうん、あの思いっきりフルスイングする動画を。あ、なるほど。どうしようかな。そいつは消毒するの？消毒はしてあるんだけど。なるほど。ここに置こう。はい、今からここに1個ずつ卵を入れて孵化してくれるのを待ちます。うん、はい、果たして何は無事に帰るんでしょうか、ね、本当に何は帰るんでしょうか。はい、できれば全部帰ってほしい。ちなみに前年度の孵化率は、うん、孵化率は最初はでもやっぱり75とかかな、75から80の間でした。なるほど。でも
プランキーに入れたやつからの率だとすると 50% くらい。うん、一般的には、一般的にはわかんない、本当に牧場によって違うんですよね。あー、なんだろうね、なんだろう、その油性卵率で全然変わっちゃう。その親次第、親次第、そうです。ちょっとなかなか上がんないので一旦止めてもいいですか。はい、温度上がるまで待ちます。はい、はい、温度が上がりました。はい、では出していきます。32パドック1357、はい、あ、こっからここの移動によってってこと。なるほど。はい、ナチョウシークには勉強が必要です。はい、はい、試行錯誤を繰り返して自動じゃね。はい。ここに3月7日、32パドック、1332。はい、続いて3月の7日32パドック、はい、1415。鶏の卵とかだとこの卵を触る手を温めたりするらしい。人間の体温じゃ熱いってこと。あ、てか手が冷たいから。ああ、そういうことか。そのぐらい慎重になるものらしい。まあ、幸いダチョウは殻が熱いので。ね、これは消毒液。いや、しない。そのまんま入れちゃいます。はい、元あった場所に戻して次の卵が入るので。
8キロ以上ありますね。はい、3月の何これ、5かな、32パドック1448、3月の2日14パドック1472。はい、これこっちこっちか、これか、さて3月の2日32パドック1342。はい、2月の25 53パドック1470。3月の4日、はい、32パドック、1304。はい。はい、続きまして、2月の、え、これだ2月に、あ、こっちか。2月の28、31パドック、はい、1568。はい、2月の27日、32パドック、1372g。はい、手前のやつ。はい、それではラスト3月の5日53パドック1378。移動でした。はい、バイバイ。